デブ大久保チャンネルです。今日も見ていただきまして本当に嬉しいですね。皆さんありがとうございます、ありがとうございます。今の愛ちゃんの面白いな、本当に嬉しいですね皆さんって。俺たちが嬉しいでしょ。そうですね、もう一緒に作っている番組だという意識がありまして、ちょっと皆さんを巻き込んでしまいました。すいません。で今日何やりますか。はい、今日はですね、デイブさんとベストナインを決めていきたいと思います。なるほど、はい、見てる皆さんも一緒に自分だったら何するかななんてちょっと考えていただきながら、見ると楽しいんじゃないかなと思うんですが。そうだね、じゃまず先発からいくじゃん。先発からいきましょうか。デイブさんの世代の選手、受けてた人でもう全部合わせてみて、対戦してもこの人受けたら楽だろうなとかっていうのはいるよ。面白いですね。では発表してください。じゃん、斉藤まさきさん。その心は、まず打てないと思う。受けてて感じるのはこの人は打てないだろうっていうのが全体的な印象なんだけど、まっすぐとカーブとちっちゃなカーブとシンカーしかないの。こんな球種が少ないってなかなか珍しいのね。まっすぐが今カットボールっていうのがずっと流行ってるの、この何年もまっすぐがちょっとこう右ならこういうふうに曲がるスライダーのちっちゃいやつ、マスとかマスラっていうのがあるの、昔はマスラっつったの、ほんのちょっとボール半分ぐらいマスラするわけ、だからこのバットってさ、金属バットってこのぐらいホームランを打つこうゾーンがあるの、こんなにあるのね、こう、こんなぐらいあるな、だから詰まっても入っちゃうし先っぽでも入るの。例えば清原あたりになるとこのぐらいになっちゃったはずなの、力がある人は、でこの木製バットになると普通のホームラン打たないバッターはこのぐらいしかないと思う、ホームラン打てる芯って言われるとこは。でも清原とかそういうホームランバッター秋山さんとかになるとこのぐらいになってくる、微妙なとこ戦うか ら、 だからここで打ってられてもホームランなのがちょっとボール半分動いてくれればここに当たるから、ホームランならないみたいな、そっか、ちょっと外れるからですね。そう、ちょっとこう外れてくれるだけでいいんだよね。それがまあ横からのさ練習ってあんましないのよ、みんなバッティングピッチャーって右上左上っていう特殊なピッチャーってあんまり残ってないの。そっか、左横だった人まだ左上になってバッティングピッチャーやるわけ、だから練習もできない角度で放ってくる。藤田監督が斉藤正樹さんをアンダースサイドスローにした方がいいって言って帰ってから斉藤さんをグッとこう来たんだけど、すごい、そのアドバイス一つで、そう、平成の大エースに、大エースなんじゃん。で熊本に俺トレードで行った1試合目の話したでしょ、その時斉藤正樹さんが投げてたの、俺らはもうもし打席立ったことないのね、向こうはずっと1軍だし俺はもうその頃ずっと2軍だし初めて受けるわけ、試合でブルペンで受けてないんだから、の人はカーブは自分で投げ分けるの、ちっちゃいのと大きいの、だ三振取る時はブーンとこうぶん回してくるの、ビューン曲げてくるの、バーンって右の外にブワー曲げていくんだけど、ストライクを取りたいときはちっちゃいカーブにするの、それはもう斉藤さん任せっていう、俺がサイン出してたら、首を振るわけで、そのサインで、その時はもうこうシンカーはこうだったんだけど、斉藤さんにシンカーを出しても首振るの、右バッターに対して、おかしいなと思ってインコースやるんかなと思って、であんまり首をこう何回か振られたから、俺斉藤さんがブルっちゃってんだと思って勝手にマウンド行って斉藤さんと、斉藤さんにとってはこれから何百試合もあるうちの1試合だけど、僕にとっては最後かも分かんないんですと、この1軍のこのゲームでキャッチャーやれるのが、なんで斉藤さんの思い切って攻めませんかと、インコースどんどん行きませんかって言ったら、でもお前面白いこと言うなって、じゃあもうこれから1回も首振らないからお前の言った通り投げるよ、そうだったんですね、ほんでシンカー、パンパン右に行って、左にはもともと投げるからもう普通に行って、簡単に言えば結論で言うと、右バッターにシンカーは放ったことがないんだって、投げなかったんだって後で聞いたら。そうだったんですね。だからヤクルト打線って野村野球だから必ずデータ野球として確率を出してくるのに、1個シンカーっていうインサイド、右バッターのインサイドにシンカーってボールが増えちゃったから、コンピューターが狂っちゃったわけ向こうは、おー、なんであんな球投げてんだって、デーブだからだって知らねえから折らしちゃったんじゃないかまでは分かんなかったも分かんないけど、おっと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 右にシンカー放り出したぞ来ると思わないですもん、ないものが来だしたからみんな分かるから、そんなのあれなんか投げたぞって、でその試合を抑えて、でうちらがジャイアンツがサヨナラ勝ちをしたんだけど、後で聞いたらだからシンカー投げなかったんだ、でもさデーブこれ俺投げるよこれからって、幅増えたねありがとうなとか言ってくれて、いや本当に誠実ですよね、生切っちゃってみたいないうことをやるところから、斉藤さんの時俺ほとんど被るようになって、俺ねほとんど負けてないの、で、
すごかったのは、例えば初回ツーダッシングに追い込みました。インコースに1球いっときたいわけ、餌をまくって言うんだけど、はい、俺らは今日もインコース行きますよ、うん、あなた方に攻めますよって行きたいんだけど、うん、出す前に斉藤さんが首振るの、いらない、もう察知して俺の気持ちはもう5、6試合組んだらもうそんな感じだったの。ウィーでウィー、いやそこはなん、まあ、なんとかって言ったの、うん、俺がこう指も何にもやんないじゃん、うん、分かったよってインコースバーンボール放ってくれる、うん、で、ツーナッシングになって、うん、俺が出す前に振りかぶる時もあったぐらい、もう外のカーブで三振取っちゃいましょうもう出す、あ投げてきたみたいなすごいそのぐらいあの、ね、相性はあった。もうあの人のね緊張ぶりって言ったらすごくて、通常バッテリーのサインの確認っていうのは、うん、まあ、ブルペンピッチャーが投げてからさあバウンド呼ばれるじゃない、はい、ピッチャー斉藤正樹みたいな、で、まあ、ブルペンかもしかしたらもう宮本さんとかとはもうホテルで決めちゃってたのね、でもいつもと一緒ね、あ、はい、一緒でお願いしますとかミーティング、バッテリーミーティングの時にもう確認しちゃってるわけ、はい、遅い人でもブルペンでもう作り始めてる、俺たちはシートノック行ってる、うん、でキャッチャーはすぐブルペン行くわけ、まだ先発投げてるから、はい、それを受けてるって終わった時に斉藤さんはグラウンド入ってからその先発の時はまず口聞いたの見たことない、うん、アップ行って帰ってきたらタオルをこう、はい、頭からかぶってもうこうやってるから、もう喋りかけれない。先発って自分の時間で全部使うから、うん、チームのにも入らないし、ブルペン投げ終わりました、うん、で着替えにロッカー戻りますつってもまだまだこういう時間があるの、すごいなんか試合前のボクサーみたいですね。そうだから格声かけられないから、うん、さあピッチャー斉藤って行くじゃない、はい、あの寸前に斉藤さんいつもと一緒に行きましょうってスーッと行く。もう本当に短いじゃないですか、あっという間にされてから、だから変えなかったね、そのサインはもう始まっていくわけで、ところがもう7対0とかなるとさ、うん、力抜きだもん斉藤さん。そうなんですね、うん、でなんで俺は完封してほしいかっていうと、うんうん、球団が出してくれてる、うん、その給料以外の賞金があるわけ。あー、あるんですね。当時ジャイアンツはチームから100万円、うん、で読売から150万円出てたの、1試合でだよ、1試合で、うん、で読売のやつはシーズン終了後にもらえるの、うん、その貯まった貯めてるわけじゃない、あ、貯金貯金貯金、うん、それを球団が持っててくれてる、うん、で球団が出してる100万円に関しては、まあ、ぶっちゃけライオンズの時はチーム20万円なの、うん、だから5倍なわけよ、もう全然違いますねチーム賞金が、うん、だから完封して例えば斉藤正樹さんが決勝ホームラン 1-0 で勝ったら、うん、裏方にも分けるのね、その賞金って。ああ、そうなんですか。だけど、うん、まあ、多分50万ぐらい入っちゃう、うん、1勝で給料と別にだよ、うん、でそれを10勝すると賞金が入ってくるの、うん、はい、プールしててくれ、立つから1万円立つ、あの人らボーンって現金だから見たことない、うん、その斉藤さんがポワーンとするんだけど、うん、俺が4打数ノーヒットでも完封賞ってつくわけ、うん、もうキャッチャーその日によって下手したら賞金が少ない時5万円つくわけ、完封しただけでだよ、はい、ほんとピッチャーのおかげなんだけど、はい、ありがとうって感じですね。だからそれも頼み行ったことあるの、うんうん、ああもう力抜いちゃってると思って、どうしたの斉藤さん、斉藤さんにとっては、うん、完封賞関係ないかもわかんないですけど、うん、僕5万円入るんですよ、うん、ライオンズ時代月2万円の小遣いだって俺が5万円ですよ斉藤さん、お願いだからあと2イニングしっかり追ってもらえますか分かったよっつってパーンパーンパーンで2回終わるかっこいいすごいですね、それで投げられるのもすごいし、だギア入るって言うけど、うん、あよく言うのよ、例えば、うん、松坂が前線の頃はギアが入ったとか、ダルもそうだし、うん、大谷もそうだし、ランナー出るとバーン放り出すわけ、うん、あれね、どのピッチャーも大体先発って15球かける9イニングなのよ、はい、が目安でこうピッチャー交代とかやっていくんだけど、まあ、130球を全部真剣に投げれるかって投げれるはずがないの、うん、どっかストライク取り行く球、ファール打たす球とかってあるんだけど、だからその抜き加減が、だからダルビッシュなんかはランナーいない時に、まあそれは正直だよ、じゃあダルビッシュと斉藤さんってどっちが打ちづらいって言ったら俺はダルビッシュだと思うの。へえー、あそうなんですか、うん、うん、ちょっとえぐすぎたダルビッシュとかもう異次元、どうえぐかったですか、もうでかくて球は異常に速くてフォークはバカ、うん、もう2メーターぐらい落ちんじゃねえかみたいな、落ちないんだけど、でスライダーはもう途中までわかんない、途中からピャーン曲がる、だからバッティングコーチとしてこんなピッチャー打たせろっていうのは俺には無理ですって言ってからだからまあ、うん、そういう人もいるんだけどね、うん、
うん、俺の受けた中とか統合的に見ると一番楽にストライク取るのも困らなかったのは斉藤正樹さんだったからもう斉藤さんにしてるんだけど、はい、まあそれいっぱいいますよ、いいピッチャーって、うん、そうですよね。でコントロールってさみんないいって思うでしょ、針の穴を通すって思って俺はプロ入ったわけ、はい、誰も通さない。あ、そうですか。構えたところに来るピッチャーがほとんどいないの。で、ある時ゲーム楽天が池山さんがヤクルトの二軍監督やってるんだけど、楽天のバッティングコーチって、俺がライオンズのバッティングコーチの時に、うん、ヤクルトって減点率っていう作ったのね、9マスあるの、ストライクゾーンが、はい、高めありますね、真ん中低めって9マスあるんだけど、うん、そのアウトコース低めにまっすぐを一番投げれたのが上原だったの、うん、俺らがバッティング2008年の状態で、うん、で100球そこに狙って上原がぶっちぎってストライクが取れんの、そこで何球だと思う、プロでだよ、もうその一番データを取ってると減点率が高いっていうのが上原が100球中何球放れたと思う、プロの超一流はどれぐらいですかね、超一流ですよね、うん、超一流、もうナンバーだってみんな超一流じゃん、一軍のピッチャーって、うんうんうん、先発って、うん、7割ぐらい、はあ、全然違うの、10ね、12、3球なの。そうなんですね、そう、ここ狙ってもここ行くとかちょっと入るとかって、うん、ここには来ないの、9マスの中でですもんね、9マスの中のこの一番右の下のところって投げ切らないわけ、だからこのゾーンの中でいかに強い球とか緩急つけてとかって打ち取っていくわけよ、うん、だからその斉藤正樹さんっていうのは、うん、まあテンポも良かったし、うん、まず顔に出さない、うん、打たれようが抑えようが顔に出さず、意味においてはもう斉藤さんがナンバーワンだったね、うん、でただそのコントロール良かったのが2人いんの、受けててブルペンね、うん、教えてほしい、それはね、はい、桑田と桑田真澄と石井武ちゃんっつって、はい、ライオンズの、うん、もうこの人ももうすごいピッチャーだったの、はい、渡辺 GM なんかとちょっと年上なんだけど、うん、プリンスホテルから来た人で、うん、もうこの二人はね、うん、ブルペンで眠くなる、構えたところにいるから目つぶっててもパンだ、試合でもそういう人間も試合ではここに来ないんだから、うん、もう練習は桑田なんかカーブもポン、カーブって難しいんだ、こうやってくるの、うん、切れんだから、うん、ポン、マスミ俺眠くなっちゃったそれぐらい性格なんですね、だいたいこれ、でも試合になるとやっぱそれはもう心理的なものもあるし、ね、三振取んなきゃとかってガッと力入れると浮いちゃったり引っかかったりがあるけど、ブルペンだったらもう眠くなったね、西井武ちゃんのカチャカチャカチャってキャッチャー持ってんだけど、はい、どうせ何球投げてもあの人と一緒だからさ、うん、増やしたことあるのカチャカチャカチャってピッチャーの安心感だから、いっぱい58球投げたのを75とか言うとちょっと投げた感じで終われるじゃない、うん、俺も早く終われるわけ、何球って言われて62ですみたいな、まだ40球なのに、サボりたい時あんの、したら一回堀内さんに数えられてて、はい、向こうも知らねえ顔してこうカウンターで堀内ピッチングコーチもやってて、堀内さんが珍しく「おでも何球だ」72です、バカかお前38だ」みたいな、「お前30も40も増やすばかどこにだ」って結構盛りましたね、あれおっしゃってたみたいな俳優ですよ、バレたこともあった、これがまあ俺の思うベストナインのピッチャーだったね、うん、ただね、うん、ピッチャーっていうのはちょっと人種が違ってて、野手と違うのは斉藤さん、宮本さん、水野さん、高田さんと俺と秋原さんでご飯行く、名古屋行くと必ず移動日はそこで中華屋さん行くようになってるの、宮本さんと秋原さんが途中だから2人がビールって言ったら野手は絶対みんなビール頼むの、おお、やっぱり体育会系で、もちろんもちろん、もちろんビールで、何百回行って何千回行っても先輩とまず1杯目同じものを飲んでて、なんか飲めよ好きなのって言われて2杯目から、あ、じゃあいいっすか僕サワー飲んでみたいなピッチャーが全然違うから、もういきなり水野さんはハイボール、斉藤さんは紹興酒それぞれ、いやさビール、もう全員が違うそのそれぞれが頼んでそれぞれの道を行くの、あ、ピッチャー違うんだな、うん、やっぱりピッチャーになる人はそういう素質を持ってるんですかね、うん、だから4番紹興酒斉藤って言われるぐらい斉藤の名前紹興酒が好きでそうだった、ね、最初から最後までも紹興酒飲んでるの見たこと、それすごいですね、ずっとって結構ね、そういろんな意味でベストナインのピッチャーだねそうかもしれないです、そう、まあそういうことで、はい、斉藤さんをし、まあ、これもね僭越だけどいっぱいいる、それは大谷なんかもそれはもうね、うん、コーチで対戦したけど打てないピッチャーだけど、うん、俺が受けた中でこれはもう相手ピッチャーでもそれはいたよすごいなっていうのは、うんうん、でも総合的に斉藤正樹さんが一番だったかな、うん、だったね、キャッチャーのデーブさんだからこそ分かることでしょうね、そんなもうプロ野球ニュースで解説で一緒になるとさ、はい、斉藤さんだから笑顔が素敵じゃん、俺が斉藤さんって言うと、うん、うんって言う、うん、斉藤さん、うん、何
そんな明るい顔したことねえだろうとか思いながら試合前思い出してくださいよって。ねえ、もう相当プレッシャーこのピッチャーどうですかなんて言うと、うん、いいと思うよこの子いいよねみたいな。いやいや、そんな笑顔なかったでしょ元はね明るい方なんでしょうね。明るいの本来は、ね、でもちょっと照れ屋なの。なんか一軍のピッチングコーチされた時に、うん、ヴィーナスのマネージャーをやってたんですね、うん、でいつもダグアウトに入っていて、うん、ホームラン人形をホームラン打った選手にあげるんですね、うん、ホームラン打った選手はそのちっちゃい人形を客席に投げて、ね、大きい人形を持って帰るんです、うん、でその人形を斉藤正樹さんが私たちに返してくれるって役だったんですね。あ、ピッチングコーチが。そう、そうです、うん、でその時にいつもガチャってあげてやったーって言ってそれ渡してくるんですよ。あ、ホームラン打ったよってやったぜーみたいな感じ でそれが見たくって、うん、ずっとドアの前で待ってました。その斉藤さんの笑顔が見たくって、あ、いつ来るかな、いつ来るかな、こんなの見たことねえだろうかって。だからそういうなんかイメージなかったです。もう本当はもう楽に200勝していい人じゃない、自分のことよりチームのためにこう酷使しても言ってくれるピッチャーだったし、球数が違ったのはね、不完投だからあの人が投げたら安心してその試合ちょっと見てられそうですね。そうそう、だからね、今もねボール投げれないの、キャッチボールもできないの、肩壊れちゃって。そうなんですか、うん、で終わっても監督やったりコーチやってる時投げすぎちゃったんじゃない、一生懸命やる人だから。キャッチボールもできないんだよ今。 OB 野球来ても一切戦力外なの斉藤さんだけ投げれない、金田さんまでこうやって投げてたのに斉藤さんだけは投げれない。みんなでね、斉藤清六さんから来てるみたいで、うんうんうん、チーム内では清六って呼ばれてたの。そういうあだ名があったんですね。うん、清六って、うんうんうん、俺らは言えないよ清六さんなんて。ちょっとね、うん、斉藤さんって言ったけど。でも本当に、じゃあ同じ斉藤でもさ、斉藤明夫さんと斉藤正樹さん全然違うもんな、うん、斉藤明夫さんなんかまあ、いや斉藤明夫さん、佐藤さんって佐藤よっさんって、うん、ピッチングコーチでも名伯伯爵って言われた人がいいんだけど、うん、それと森重和さんで歩いてたら誰も避けたからね、はい、やっぱりね、その皆さんが集まるとちょっと異様な雰囲気で。異様だよ、ね、そういう関係者が避けたって言うんだな貫禄たっぷりな。そう、挨拶されてどっかの親分だと思ったら3人だったって体格もいいですしね。まあそういうね、斉藤さんでも今日は正樹さんで、うん、はい、はい、今日は斉藤正樹さんがまずは先発のピッチャーベスト9ということで、デーブさんに決めていただきました、はい、皆さんはどうだったでしょうか、はい、はい、では今日はまずはこの辺で。そうしましょう、はい、今日もありがとうございました。